Good morning, everybody. 皆さんおはようございます。 Google for Mobile にようこそおいでくださいました。そして、お忙しい中本当に、来てくださって嬉しいです。私、少し時間をいただきまして Firebase の話をしたいと思います。私も非常にエキサイティングに思っている製品です。でエキサイティングに思っているとついつい早くしゃべってしまうんですけれども、通訳の皆さんもし早すぎたら手振ってくださいね。Firebase というのは我々がベンが言ったように1年半ほど仕事をしてきた製品になります。スライドが先に進まないんですけれども大丈夫ですね。行きました。で、Firebase を1年半ほど作業してきまして、なぜこれをやってきたかということなんですけれども、世界に出かけていろいろな開発者と話をしています。いろいろな開発者がいます。いろいろな大小さまざまな会社で仕事をしている人たちがいます。で、いろいろなことを学びました。一つは開発者は常に時間とそれから人材の制限に悩まされているということです。非常に短い間、そして人員も少ない中で時間通りに製品を仕上げなければいけないということですね。これに成功してもらわなければいけない。我々のプラットフォームだけではありません。いろいろなクロスプラットフォームでアプリを開発していく必要があるわけです。 Android でも iOS でもそれから Web でも成功していただきたいわけです。これは非常に難しいことだということが分かっていました。さまざまなツールを使わなければいけません。そしてインフラもさまざまに違います。そして複雑性も対処していかなければいけません。そしてまた皆さんに成功するアプリを作るようなプロセスというのも提供したいと思いました。アプリの成功はずっと続いていかなければいけません。1週間目はアプリはとても成功してダウンロードが多くなるけれども、その後はそのユーザーを保持していくのはとても難しいことになります。これをもっと皆さんのために簡単にしたいと考えたわけなんです。こういったことを考えて次世代の Firebase を生み出しました。 Firebase というのはいくつかのテクノロジーが組み合わさって作られています。これを3つのファミリーに分けています。最初のファミリーはディベロップ開発者用です。テクノロジー、私が申し上げたようなその目標に達成するためのテクノロジーということになります。2つ目のファミリーはグロー、成長をさせるということです。どうやってアプリケーションを大きくしていくか、2つ方法があります。1つは新しいユーザーを獲得するということ、2つ目はもうすでにあるユーザーはキープする、常に戻ってきてくれて皆さんのアプリケーションにエンゲージメントしてくれるということですね。そして楽しく使ってもらえるということが必要です。そして3つ目は収益を上げるアーンということです。そしてここにテクノロジー入れました。これは皆さんよくご存知のアプリ内アドです、広告ですね。でこういったものをすべてアナリティクスを通じてつなげています。人々がどのようにアプリを使っているか、どのようにエンゲージしているか、アプリをこういった情報を活用して改善していくことができるわけです。まずはアナリティクスから始めたいと思います。クリッカーがうまく機能してくれないんですけれども、アナリティクスというのはアプリ用に作られていきます。ユーザー中心型だということです。あらゆる Firebase のテクノロジーをまたがって使えるということが重要になります。15のテクノロジーがあるんですけれども、それについてはまた後ほど振り返ります。すべてがアナリティクスにつながっています。アナリティクスは無償で無制限に使えます。 Google アナリティクスの人たち、長年アナリティクスをやってきてノウハウのある人たちを集めて、ゼロからこのアナリティクスを作りました。非常にリッチなエクスペリエンスを、可能にするということです。そしてこちらがゲームの例なんですけれども、ビンゴブラストというグーグルが作ったゲームになります。ビンゴブラストから集めたアナリティクスの統計値です。このアナリティクスを得るためにコードを1行も書かなくて済んでいるんですね。 Firebase をアプリの中につなげていけば、いくつものアナリティクスのポイントがその中で得られます。そして Firebase コンソールを使ってこのアプリケーションに関してのインテリジェンスをコードを1行も書かずに得ることができるんです。そしてまたアナリティクス API もあります。より詳細を知りたいというとき、もっと深くアナリティクスを行いたいというときはこの API を使えばいいわけです。しかし開発者が常に返してくるフィードバックはこの
フィーチャーを使い、加えたいんだけれども、あるいはボスがこの機能を加えろと言うんだけれども時間がないんですと言うんですね。で、それをタッチダウンのが、Firebase です。アウトボックスでアナリティクスがちゃんと機能してくれるのを実感いただけると思います。で、ここでアプリの開発についてお話をしたいと思います。ファンテインが私の後またアナリティクスについて詳細を話してくれますので、聞いていただければと思います。で、ここでアプリの開発についてお話しいたします。ディベロッピングを Firebase で行うというとき、もう指先一つで開発者に多くの問題を解決できるような能力を提供しています。で、バックエンドアザサービスが使われているわけなんです。そして一連の機能がここには書かれています。複数のテクノロジーを使って皆さんのアプリの改善ができるわけなんです。一つずつ見ていきたいと思います。まず最初のものがリアルタイムデータベースです。アプリケーションを構築してバックエンドのデータを獲得するというとき、今日の午後ゲームを使って私が構築したものなんですけれども、バックエンドのデータを使った例というのをご紹介いたします。そしてバックエンドで必要なインフラはさまざまあるわけです。生成したり、このアップデートをしたり、あるいはディリートするサービスというのが必要になります。 API が必要です。そしてセキュリティも必要です。非常に多くの作業をしなければいけないわけです。バックエンドデータベースがリアルタイムで使えるとなったら、そしてあらゆるデバイスファミリーの中の全てのデバイスで同期を図ることができたらどんなにいいかと思われるでしょう。これは Firebase で行われます。 NoSQL で非常に軽量なものになります。クラウドでコードを書く必要ありません。アプリの中でのコードだけでいいわけなんです。非常にシンプルなやり方で行うことができます。とてもシンプルです。午後ご覧いただきたいと思います。そしてまた複数のデバイスでアプリを走らせているというとき、これをすべて同期を取ることができます。そしてこのバックエンドのデータベースがこれをやってくれます。そしてコネクションが切れた場合、そしてウェブにまた接続した、クラウドにまた接続したというときにはリアルタイムにこのクラウドからデータがデバイスに送られてシンクされていきます。2つ目は認証です。このアプリケーションをカスタマイズしたいというとき、あるいはビューをカスタマイズしたいというとき、一定の認証が必要になります。認証、それから認証にセキュリティを加えるというのはとても難しいわけです。クレデンシャルを格納しなければいけない、ユーザーネームやパスワードも格納しなければいけない、こういったものをすべて皆さんのサーバーに載せなければいけないということになると、これをセキュリティを守るというのはとても大変なわけですね。で、我々は非常にセキュアなオーセンティケーションのシステムを作っています。そしてバックエンドのインフラにはそれが全て入っているわけです。これを皆さん使っていただくことができます。皆さんのオーセンティケーションシステムを使って E メールでサインアップしてほしいということであればそれもできます。あるいは Google や Facebook や Twitter や GitHub などもうすでにこういったサービスを持っているところとつなげたいというのであればそれもできます。そしてもうすでに OS のシステムがあるというとき、 Firebase の中でこれをつないでいくことができますので、もう分かっている基地のユーザーについては今までのシステムを使い続けるということもできます。あるいはサインインに独自のインターフェースを提供するということもできます。あるいは Google や Facebook のサインインを使いたいというときはそれもできます。アウトボックスでこのようなものが提供されています。次、ホスティングですけれども、これは非常にシンプルなものですけれども、しかし同時にパワフルなものです。アプリケーションを iOS アップストアに入れる、あるいは Google Play ストアに行って、でそうするとウェブサイトが必要なわけですね。ウェブサイトも構築しなければいけません。そしてアプリケーションの詳細がそこに入っていなければいけない。ウェブサイトもセキュリティを入れなければいけない。 HTTPS も使って、そしてまたサーティフィケートも入れなければいけないわけです。いろんなことやらなければいけないんですが、シンプルなサイトで1ページで、これがアプリケーションの内容だということを説明するだけでもこれが重要なので、 Firebase ホスティングを追加しました。で、このホスティングというのは世界級のインフラストラクチャー
ラクチャーを提供します。ウェブアセット、HTML ページとか CSS とか JavaScript とかグラフィックスとかそういったものを全部ストアできるものなんです。セキュアソケットレイヤー SLL を SSL をデフォルトで使っています。つまり独自のサーティフィケットを作ったりとかサーバーセキュリティかけたり HTTPS 載せたりといったような配管は考えなくてもいい。それからカスタムドメインもサポートします。つまり Firebase ドメインが必要ないと自分のドメインをマッピングしたいという場合にもそれができます。また世界中でキャッシングされます。つまりアプリケーションのユーザーあるいはサイトのユーザーが世界中のいろんなところに散らばっていてもうまく機能する。つまりローカルキャッシュが得られるということで、実は例えば小さなサーバーをレンタルしてスタティックなアセットをレンタルするよりもずっとパワフルです。で次に私の一番好きなのがストレージです。でベンさんも先ほど言いましたけれども、ストレージというのは Google クラウドストレージからバックアップされてアクセスブルです。でこれは例えばユーザーがクラウドで何かをストアしたいようなアプリケーション、例えばビデオとかあるいは写真とかそういったようなことをクラウドで保管したい場合、そういったストレージを提供しなければいけないわけです。でこれがそのやり方です。 Firebase ストレージです。API があって簡単にファイルストレージができます。またとてもユニークな形でプアな、つまり不備なネットワークのコネクティビティにも対応してきます。ベンさんが次の、10億人のユーザーという話をしましたけれども、特に新興国、世界の新興国ですとあまり接続性が良くないわけです。で結果としてやはりそういったプアコネクティビティでユーザーが例えばウェブからあるいはクラウドからファイルなどアップロードをダウンロードできるようにしなければいけない。それが Google、失礼、Firebase ストレージです。次、これが一番のお気に入りで Firebase クラウドメッセージングです。で、このFirebase クラウドメッセージング FCM というのは何かと言いますと、ノーコストのソリューションなんですね。つまりリアルタイムのメッセージを一元化されているリポジトリからユーザーに、あるいはユーザーからユーザー間で配信できます。でこういったノーティフィケーションを使ってユーザーのインタラクションを促進できます。例えばアプリケーションを使っている人が何かについてノーティフィケーションが欲しいと思っていると、例えば皆様のメッセージをいろんな形でターゲティングできます。例えば個人に対してメッセージをターゲティングする、あるいはあるグループの人たちにメッセージをターゲティングする、あるいは分析を使ってオーディエンスを作るということもできます。例えば日本の全員とか、もっと面白い、例えば私のアプリケーションで過去1ヶ月購入買い物した人に対してメッセージを送るといったようなオーディエンス作りもできます。でこういったメッセージをこの対象者が受け取ると、そういったユーザーとのインタラクションができるわけです。これはとってもパワフルなテクノロジーで一切コストありません。本当に素晴らしい楽しいシナリオをこれを使って作ることができるんです。で次ですけれども、これは今日の午後でもします、私が作ったゲームなんですが、リモートコンフィギュレーションです。で一つ素晴らしいのはバックエンドアザサービス、つまりバックエンドを作らないでバックエンドアザサービスを使おうとなりますと、新しいシナリオがどんどん花開くということで、これもその一つなんです。でリモートコンフィグの考え方はシンプルですが、でもその影響はとてもパワフルです。つまりいろいろなバリアブルをクラウドで格納できるということです。でこういったバリアブルが皆さんのアプリケーションの振る舞いを決めると。でそうしますと潜在的にはアプリケーションを新しいバージョンをデプロイしなくても、そして非常に複雑なバックインフラを管理しなくてもできるということなんです。例えばあるアプリを作って、それで物品をインターネットで販売できるようにしたとしましょう。で日本では標準的な出荷、もしかしたら一つ、500円ぐらい送料がかかるとします。アメリカの場合にはもっと500円よりもかかるでしょう。 である1週間多くのユーザーをアメリカから誘引したいということで、例えば送料にもディスカウントを与えるとします。それをどうやってやるか、 e コマースシステムですとバックエンドでかなりいろいろな作業しないとこういったことできない。ところがリモートコンフィギュシステムでしたらサーバーバリアブルをまず作ります。でその中で 1キロあたり1000円でアメリカに送信するという標準的な送料を変えて、そのバリアブルを500にすると、そうしたらアメリカについてはこの1週間送料を半分にしてアメリカからのカスタマーをもっと集めたいと。でこれはリモートコンフィギュレーションのバリアブルであれば Firebase のコンソールに行って1000を500に変える、あるいは500を100に変えるとか、とにかくやりたいことを変えて
るだけで、アプリケーションはリモートコンフィギュレーションからそれを読んで、そして自ら調整をするんです。これによってやはりアプリケーションのデザインが一変します。また皆様の仕事もずっと簡単になります。アプリケーションの振る舞いを、新しいバージョンをしかしなくても変えることができるからなんです。で、やはりアナリティクスとこれを統合化するというのがテーマなんですけれども、まあ、この例はとてもシンプルです。リモートコンフィギュレーションのバリアブルというのをアナリティクスから入ってくるデータに応じて変えることができるというのがミソなんです。例えば皆さんのアプリケーションで過去1ヶ月買い物をした人については自動的にディスカウントを与える。アナリティクチャンネルを設定して、その中で変バリアブルを過去1ヶ月で買った人については X にする。そして一方で過去1ヶ月で買い物してない人には Y にするとしますと、アプリケーションをダイナミックにこれに合わせて変えてくれると。これはとっても素晴らしいと思います。で、次がよく耳にするものなんですけれども、まあ、Android のデバイスがもうたくさん出回ってます。 Android がとても成功してるからなんですね。まあ、結果としてデベロッパーがテストするのが難しくなってきている。またデベロッパーが自らのアプリケーションが大量のデバイスでどのように動作するかを、もうそれもデベロッパーがいろんなデバイスを買って自ら試さない限り理解できないわけです。で、やはり皆さんの国では人気がないデバイス、あるいは利用できないデバイスなどで何かアプリケーションを書こうとするとさらにテスティングが難しくなる。ところが Firebase のテストラブ for Android では、まあ、このテストラブが作られました。いろいろなクラウドの中でバーチャルなデバイスもあって、そして Google データセンターにはフィジカルなデバイスがたくさんあるので、そこにアプリケーションをアップロードすることができます。そしてアプリケーションのカスタムテストを作ったりとか、あるいは自動化されたテストをアプリケーションごとに作ったりすることができます。 Google、 そしてFirebaseのチームが、まあ、テストの後、まあ、スクリーンショットを含めたリポートを お知らせします。このテストシナリオだったらアプリケーションはこのような振る舞いしますと、皆様の時間、それからスペース、そしていろいろなデバイスを買わなくても済むという節約ができます。iPhone 電話というのはどんどんと新しくなります。ですからそれに追いつくのは難しい。一元化されたテストラブというのはとてもパワフルですし、そして皆さんが Firebase を使ったアプリケーションを構築する上でとても便利だと思います。皆さんは知りませんけれども、私が書いたアプリケーションというのは必ず大量のバグが発生してました。で、私が書いたアプリケーションの中でバグ全部をリリースする前にフィックスできたものはありません。クラッシュは必ず起こります。使っている際にクラッシュが起こる、あるいは不足の、まあ、テストの状況によってクラッシュが起こります。 Firebase クラッシュリポーティングというのは、皆さんのアプリケーションを使っている人がクラッシュを経験したときにシグナルをこちらに送ります。そうすると Firebase のコンソールの中でクラッシュを見て、どこで起きたか、それからそのクラッシュの詳細を見ることができます。デベロッパーとしてはコールスタックでクラッシュの詳細を見てらっしゃると思うんですけれども、ただ相手方が皆さんのアプリケーションを使っている場合それは使えないわけです。これが事前の策で、皆さんのアプリケーションの詳細、つまりどこでクラッシュが起こっただとか、それからそのクラッシュが起こった場所のスタックなどを示してくれます。で、Firebase の他通りやはりアナリティクスと全て統合化してますので、我々が保有しているアナリティクスで皆さんのアプリケーションを使っているその人々がどういう暮らしで影響を受けているかが分かります。で、以上がそのアプリケーションを開発するということでした。つまり皆様が素晴らしいアプリケーションを Android とか iOS のあるいは SDK とか Web SDK を超えて作るためのお手伝いです。で、次にじゃあビジネスをどうやって育てるかという話にしたいと思うんですが、これがこの円の2つ目です。つまりアプリケーションを開発して、そしてディプロイした、次何をするか、どうやって新しいお客様を獲得して、どうやってもうすでにあるお客様をリエンゲージするかということです。で、そのための我々が開発したテクノロジーというのをご紹介したいと思います。そのうちの一つがアップインバイトというもので、まあ皆様多分アプリケーションのインビテーションをご覧になったと思います。あるいは友人からまあ、好きなアプリケーションについて聞いたという方いらっしゃると思うんですね。例えばポケモン GO というアプリケーションがとても人気ですね。まあ、世界中で今本当にクレイジーな状態になってますけれども、実は私これを初めて耳にしたのは昨日でした。友人の一人が、彼の奥さんからカリフォルニア、今住んでるカリフォルニアなんですけれども、そこでロードトリップをしてほしいと。で、彼女が多分そのカリフォルニアをドライブしたかったのはポケモンのアプリケーション、ポケモン GO のアプリケーションを見つけたかったからだということで、彼がソーシャルメディアでこれを言ったんですね。で、何かなと思って私は探してみて、そのアプリケーションを見つけた。まあ
まあ、好きなアプリケーション愛してるアプリケーションについては他の人に知らせようと思うわけです。でアプリケーションを開発してそれを皆さん友人同士で教え合ってほしいという場合にはそれをできるだけ簡単にしなきゃいけないということで Firebase のインバイトというのはドロッピングウィジェットを作ったんですね。アプリケーションの中に入れておくとそこで全部そういったことをやってくれます。リシピエント Google アドレスブックのリシピエントのサグジェスチョンも作ってくれます。使ってくれます。アプリケーション使ってるアプリケーションも続いて例えば猫とか子猫のアプリケーションを作っている場合の Google のインテリジェンスを使って猫とか子猫にも最も好むようなそういったアプリケーションを使うような人の友人のサグジェスチョンを拾ってくる、あるいは SNS とか E メールなどでメッセージを送れるわけです。アナリティクスを使ってそういったメッセージがどれだけ成功したかを分析できる、そしてアナリティクスのパイプラインを使ってどのメッセージがうまくいったあるいはどれがあまりうまくいかなかったかを知ることができる、ダイナミックリンクスというテクノロジーのもとに構築されています。ね、ベンがちょっと言及していたと思いますけれども、このダイナミックスリンクスのいいところはユーザーエクスペリエンスをカスタマイズすることができるんですね。しかも一つの URL でいいわけなんです。で、私料理が好きですし食べ物も好きなんですね。そしてレシピのアプリケーションが好きだと、そしてこのアプリケーションを友人と共有したいというとき、まあ、リンクを送ればいいんです。特定のレシピのリンクを送ります。でも友人がそれをクリックすると、アプリがインストールしていない、そうするとアップストアに行ったりプレイストアに行ったりしてインストールしてからでなければその、レシピが見られないということになってしまいます。で、アプリケーションに行ってアプリケーションを立ち上げて、そうするともうそんな手間をかけていたら私が送ったメニューの意味がなくなってしまいます。もう忘れてしまいますよね。で、E メールを見て、チェックするでしょう。ダイナミックリンクスはこういったセッションを簡単にしてくれるんです。で、このようなメッセージを送った時にアプリケーションがインストールしていないとしたら、まあ、自動的にアプリケーションを立ち上げて、まあ、インストールできるようにするわけなんです。そしてもうすぐにレシピが見られるようにするわけなんです。で、そうすると友人は送ってもらったレシピが便利だと役に立つと思ってくれますよね。そしてどうなるでしょう。アナリティクスをこれは使っているんです。アナリティクスのインサイトを使っているわけです。どのようなリンクが成功したか、どのようなリンクは成功しなかったということを見つけることができます。そしてアプリをそれに従って構築することができるわけです。もう皆さんこれはよくご存知かと思います。 Google AdWords です。これを Firebase に統合しました。エクスペリエンスをシームレスにするためです。そして AdWords のスケーラビリティを Firebase の中でも使っていくことができます。もう一度学習する必要はないわけですね。で、AdWords はもちろん皆さんのアプリケーションの広告を可能にします。そして他のアプリケーション、まあ、似たものと比較をしていくことができるわけです。そしてアップインデックシング、これはもう一つ私のお気に入りのテクノロジーです。これの詳細のプレゼンテーションも今日の午後行います。アップインデックシングというのは本当にパワフルなものです。革命的なテクノロジーだと思います。アップインデックシングのテクノロ、アイデアというのは、皆さんのアプリを Google Search と統合することができるんですね。ウェブサイトが Google Search に統合されるのと同じような形です。で、コンテンツを探している人、 Google Search を使ってコンテンツをサーチしている人、ウェブではなく、あるいはウェブの中のコンテンツだけではなく、コンテンツを探しているとき、皆さんのアプリのコンテンツもサーチエクスペリエンスに上がってくるということになります。例えばこのスライド上にはまあ、猫に関する、アプリ、子猫に関するアプリ、まあ、非常に子猫の変な写真ですとかビデオですとかで、Google、サーチアプリを使って、そしてこのようなサーチをかけると皆さんのアプリを覚えているというとき、このまっすぐに皆さんのアプリに連れてってくれるんです。とてもニートなテクノロジーだと思います。で、ウェブだけではなく、もうすでに皆さんのアプリの中に入っているコンテンツも検索対象になっていくということになります。そしてまた API も入っているんですね。皆さんのアプリをみんな使っているわけですから、バックに対してシグナルを送り返すことができるわけです。私のアプリをこの人たちは使っている、そしてこの中のキャットミームが好きだと、あるいはこのキャットのストーリーが好きだと、で、特にこれが気に入っているというような時、このデータは Google に送り返されてきます。そして
同じものをサーチしたとき、皆さんのアプリはサーチランキングの中で上に上がっていくわけなんです。これ本当に皆さんのアプリを統合するのは簡単にできるようになっています。 Firebase をベースにしています。我々のためにも使ってください。何も既存のアプリで変える必要はないわけです。サイトをちょっといじって、リンクをちょっといじっていただければいいだけです。で、詳細についてはまた後ほど午後のセッションでご説明いたします。でもユーザーエンゲージメントをぐっと高めていくことができると思います。ノーティフィケーションが次のアイテムです。クラウドメッセージングをベースに構築をしています。このノーティフィケーションのいいところですけれども、ノーティフィケーションを一行もコードを書かずに、アプリの中では書かずにユーザーにノーティフィケーションを送ることができるわけです。 Android のアプリケーションではバックグラウンドで走っているわけですけれども、 Firebase ノーティフィケーションコンソールに行くとユーザーインターフェースがあって、そしてアナリティクスを使ってこのノーティフィケーションを誰に送るかというのを決めることができます。でノーティフィケーションをその人たちに送ります。ノーティフィケーションがその人の携帯端末に表示されます。そしてアプリが再ローンチされるということです。皆さんのアプリについて忘れてしばらくアクセスしていないような人に非常に有効です。iOS それから Android ほんの数行書けばいいだけです。で、Android であればバックグラウンドでもう自動的に全部走ってくれます。そして今日はこの製品のセールですというような時、ノートフィフィケーションをアタッチしていただきますと、その特定の製品が見せるということができます。このために数行のコードを書けばいいわけです。ノーティフィケーションを送るだけでしたら0行のコードでいいわけなんです。アナリティクスもここに関わってきます。このノーティフィケーションの有効性を測ることができます。コンバージョンファネルの中でこの絵だけのノーティフィケーションを送ったらエンゲージメントが得られたのはこのノーティフィケーションというような結果を得ることができます。次にノーティフィケーションを送るときにもっとうまい方法で洗練されたノーティフィケーションを送ることができます。これが Firebase の3つの柱ということになります。開発するためのテクノロジーというのがあります。バックエンドサービスになっています。バックエンドを自分で作らなければいけない複雑性を排除してくれます。そして皆さんのアプリ構築に注力をしていただくことができます。そしてアプリケーションのクオリティサービスもあります。バグをチェックしたりすることもできます。そして次のファミリーが成長させるグローという分野です。新規顧客の獲得、そしてそのためのテクノロジーというのがあります。そして既存のユーザーのエンゲージメントを再度向上させるというのもあります。デバイス上にいくつのアプリケーションを搭載しているのか、そして一度立ち上げただけで忘れられているアプリケーションはどういうものがあるかというのもアナリティクスによって分かりますので、そこにノーティフィケーションを有効に使っていくことができます。そして収益を上げる案です。アプ内広告、インアップアドやアドモブを使っていくことができます。非常にエンゲージングなフォーマットを採用していく、ビデオやインタースティシャル広告、ネイティブアド、何でも使っていくことができます。100万以上のアプリケーションがアドモブを使っています。そして Firebase SDK に非常に美しくアドモブは統合されています。開発者の生産性をぐっと上げていくことができます。皆さんのアプリからアドモブを使うことによってどんどん収益を上げていただきたいと思います。これが Firebase です。一連のツールがあります。ハイクオリティアプリを作っていただくことができます。皆さんのユーザーベースを拡大することができます。収益を上げることができます。これは開発者にとって欠かせないものだと思います。で、皆さん、大事なことは我々がカバーしますので、皆さんはアプリの構築、ビジネスにフォーカスを当てていただくことができます。ご清聴いただきありがとうございました。で、徳瀬さんが非常にエキサイティングなニュースがあるようで待ち構えていますので、徳瀬さんお願いいたします。すいません、たびたび申し訳ありません。先ほど一つ発表できなかったことがございますので、今ちょっとお時間をいただきました。本日これ11時に記者発表する予定の発表予定のことですので、ただここにお越しの皆様に特別にご報告させていただき、いち早くお知らせしたいと思います。このアイコン分かる方いらっしゃいますかね。これ Android Auto なんですけれども、Android Auto 本日より日本のプレイストアでも利用可能になります。
で、まあ、これに伴い、まあ、すでに発売中の、Android Auto対応自動車ですとか、対応のカーナビにおいて、まあ、その皆様のアプリの方からノーティフィケーションを送っていただいたり、既読通知を、まあ、受け取ったり、あとは皆様のアプリの、そのオーディオコンテンツを Android Auto 上で再生することが、可能になります。で本日、3時半よりですね、このルーム A で Android Auto の関係セッションを実施します。またデモブースの方には、対応の、Android の対応の自動車ですとか、車載機器というものが置いてありますので、ぜひ皆さんお試しいただければと思います。ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。